ベネツィアのサンマルコ院ベネツィア学派はイタリアのベネツィアで16世紀中期から17世紀初頭にかけてのルネサンス音楽、バロック音楽の作曲家たちである。この学派が音楽史に残した業績は2つの聖歌体と2台のオルガンを用いた二重合唱の技法の開発である。この技法は競争曲の雛形となる。二重合唱の発展と フィレンツェでのモノディとオペラの誕生により、ルネサンス音楽は終わりを告げ、バロック音楽が始まった。ベネツィア学派の誕生の背景にはいくつかの要因がある。まず一つは、政治的なもので、1521年の教皇レオ10世の死と1527年のローマ略奪により、当時のヨーロッパ文化の中心地であったローマから、多くの音楽家が離れ、ベネツィアに移り住んだ。 別の理由として印刷術の発見がある。16世紀初頭からベネツィアは音楽出版の中心地となり、フランドルやフランスの作曲家たちが新技術の恩恵に預かるためベネツィアを訪れた。さらに大きな理由としてサンマルコ寺院の構造があった。サンマルコ寺院があまりに巨大であったため、残響を利用した二重合唱が開発された。 この技法を生み出したのは1527年にサンマルコ大聖堂の学長となったフランドル学派のアドリアン・ビーラールトであった。作曲家としてのみならず、教師としてもビーラルトの影響は甚大で、多くの弟子を育て、ここにベネツィア学派が始まった。1560年代にベネツィア学派はバルダッサー・レドナーと率いる革新派とジョゼフ・フォッツァルリーの率いる保守派に分裂した。 保守派は、フランドル学派のポリフォニーを遵守する傾向があり、サルリーノの他にチップリアーノ・デローレ、クラウディオ・メール・ロラがいた。一方、革新派には、ドナートンの他に、ジョバンニ・クローチェ、アンドレア、ガブリエーリ、ジョバンニ・ガブリエーリらがいた。ベネツィア学派の頂点は、アンドレア・ガブリエーリとジョバンニ・ガブリエーリが、複数の合唱体、金管楽器、弦楽器、 オルガンという巨大な編成の作品を作曲した1580年代であった。それらの作品では、強弱法が初めて用いられ、気楽合奏において、楽器の指定がなされるようになった。同時期に、オルガン音楽も、メールロやジローラモディルータによって最盛期を迎え、後の北ドイツオルガン楽派へと繋がっていった。なお、ベネツヤ学派の用語には、 より保守的なローマ学派と特に区別するために、当時のフィレンツェフェラーラナポリ、マントバパドバミラノの音楽を含めることもある。ありがとうございます。